まったまた視聴者さんに幽霊の質問もらいました。みんな、ミレイの心霊ルーティーンが始まるよ。また俺の部屋勝手に使いやがって。別にいいでしょ。この動画はね、視聴者のみんなからもらった幽霊の質問にスーパー霊感女子のお姉ちゃんがゆるーく答えていくコーナーなのです。信じるか信じないかはみんな次第だよ。さあ、ユーマ質問読んで読んで。じゃ、今回もランダムで読んでくぞ。1日に5回くらい見てます。え、何を？幽霊を？ああ、もしかしたらこれ俺たちの動画のことじゃね。嘘、5回も？ありがとう。お姉ちゃんもみんなのコメント1000回見てるよ。ミレイちゃん可愛くてずっと見てられる。キャー、毎度のことながらミレイちゃん可愛すぎる。え、嘘、やだ。いや、目が充血してもずっとコメント見てんだから知ってるだろう。俺系のコメントめっちゃもらってんだって。だからユーマ、嬉しいの。でもお姉ちゃんそういうの言われ慣れてないから恥ずかしいんだってば。ミレイってひょっとしてサイコパス？おい、おい、どうした？どうしたじゃない。またお姉ちゃんのことあげて落としてるじゃん。それ確信犯でしょ。ちげえし。ああ、俺不幸体質だからさ、マジのランダムでもこうなっちまうんだよ。もうお姉ちゃんサイコパスじゃないもん。まあどっちかって言ったら墓の方がサイコパスだよな。この動画見て元気出ました。嬉しい。あ、それとさ、いっぱいコメントに返信してくれてたよね。お姉ちゃんとも仲良くなろうね。いつもありがとう。大好き。質問、なぜ幽霊は潮が効くのか教えてください。あー、これにはいくつか説があるんだけど、例えば潮って腐敗を遅らせたりできるでしょ。あー、だな。物を腐らせにくいところから清めるってイメージが定着して、そのイメージが死ににくいとか死を遠ざけるって昔の人は思ったみたいなの。なるほど、そこから幽霊が嫌がるに飛躍したわけか。そう、幽霊ってさ、気持ちが落ちてる人とか弱気になってる人についていっちゃうの。だからみんなもさ、部屋に塩を置いてこれで大丈夫だって自分の心も清められたら効果ありだよ。ああ、次、この質問の答え俺も知りたいわ。ん？何何？質問です。幽霊は飛べますか？宇宙にも行けるのかな？だってさ。ああ、確かに普段幽霊が見えない人は気になるよね。てか、俺黒の動画だと結構宙に浮いてる幽霊出てくるよな。ああ、あれはそういう演出だから。え、そうなの？よし、じゃあ今回はこの質問にしっかり答えていこう。で、幽霊って空飛べんの？飛べないの？うん、結論から言うと飛べないんだよね。なんか飛んでそうなイメージあるけどな。ああ、それそれ、幽霊が宙に浮いてるイメージってさ、日本特有の文化だって知ってた？え、マジ？世界共通じゃねえの？ブッブー、違うんだな。これが江戸時代に丸山応挙って天才絵師がいたんだけど、その人がさ、初めて足のない幽霊を描いたの。それが大流行して日本では足がない幽霊がメジャーになったのよ。だから浮いてるイメージがついたのかって。いや、姉貴今日やけに詳しくね。何？ググったの。堂々と言うな。だってこのコーナーってさ、視聴者のみんなと距離近いじゃん。だからお姉ちゃん楽しいもん。みんなになるほどって褒めてもらいたくって。でね、でね、小ネタとか調べて紹介していけばさ、もしかしたらずーっと続けられるかなって思ったの。体育以外オール1だった姉貴の発言とは思えん。で、話戻すと、江戸時代にそんなことがあったから日本ではちょっと勘違いされちゃってるんだけど、お姉ちゃんは飛んでる幽霊は見たことないんだよね。じゃ、いたとしても相当レアってことだね。だね。幽霊ってさ、生きてる時の習慣を繰り返す傾向にあるから、強く思ってることを何回もね。だからスーツ着て毎日出勤してる幽霊もいるし、映画館で映画見てる幽霊もいるのよ。うげ、それずっと繰り返すとか考えたくねえ。あとは不幸な死に方をした人なんかは、死ぬ直前の行動にさ、強い思念が残りやすいの。だからその場所でずっと同じ行動を繰り返してる幽霊も多いわ。だからみんなも死に方には気をつけてね。何のアドバイスだよ。ま、でも実際のところ幽霊って繰り返しビルの屋上から飛び降りることしかできなくなったり、首釣った場所にずっといたりするもんな。それとさ、生きてる時にできなかったことは幽霊になってもできないよね。例えばスーパーマンみたいに空飛び回ってる人がいたら幽霊になっても飛べるんだけどね。なかなかそんな人いないから。いたら速攻捕まりそうだしな。ああ、亡くなった宇宙飛行士ならスペースシャトルに乗って一緒に宇宙に行くってパターンはあるかも。なるほど、自力じゃ無理だけどそういう可能性はあんのか。うんうん、はい、じゃあ今日はここまで。みんな、今日も見てくれてサンキュー。質問
分ありがとう。ねえねえユーマ、次もできるかな。どうだろう、このコーナー重要あんのかないのか。だからあるでしょって。ま、腹出しながら寝てるガサツな姉貴のモーニングルーティーンとかよりはよっぽど。ああ。嘘嘘嘘。痛い痛い痛い。キブキブ。やめやめて。誰がガサツですって？マジ無理。魂出る。口から魂出るって。みんな、今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価ボタンもポチポチしてね。はい、あんたもなんか言う。生きてたら次の動画で会いましょう。それじゃまた次の動画で会おうね。みんな大好き。バイバイ。今日も見てくれてありがとう。君も君の守護霊も大好き。げ、姉貴酔っ払ってね。早くこっち向きなさい。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。